こんにちは、ビーグルでーす。今回の動画は僕が普段使ってるスキンケアやクレンジングを皆さんに紹介していきたいと思いまーす。僕は油肌でニキビや赤みが多いタイプなんで、肌の状態が似てる方々はぜひ参考にしてください。コスメは韓国と日本どっちの方が好きですかってよく言われるんですけど、メイクはほとんど韓国のコスメを使ってて、スキンケアは日本の方が多いんですね。安くていいから好きです。ではクレンジングから紹介していきたいと思います。これはソフティモリップクレンジングオイルです。これはもう2本目使ってますが、肌に優しくてさっぱりな感じが好きでよく使ってます。もちろんクレンジング力も良くて、メイクもちゃんと落としてくれるんですよ。すごく安いのに他の高いブランドに負けないぐらいのクオリティで、多分次もこれを買うつもりなんで、おすすめなクレンジングオイルです。洗顔はこちら、スキンライフ薬用洗顔フォーム。これももう3本目ぐらい使ってますが、油肌の皮脂とか老廃物とかを優しく落としてくれるし、僕は使うとき油が多い T ゾーンにはもっと丁寧にクレンジングしてますが、そしたらもっと皮脂とかが落としてくれるかもしれないんで使ってます。これもすごく安いんで、ぜひ使ってみてください。次は化粧水ですね。僕は個人的に拭き取り用の化粧水が好きなんで、いろんな種類の中でその日の気分によって使うものが毎回変わりますが、最近はスキンライフの薬用化粧水を使ってます。ニキビ肌を考えてオイルが入ってないらしいです。さっきのクレンジングとセットになってて、この前使い切ってまた買いに行ったら、この化粧水がもうどこ行ってもないんですよ。でも新宿でやっと発見して買いました。なんかこの匂い好きです。なんかハマっちゃう。次のおすすめの化粧水はこちら、ラッシュのティーツリーワーターです。これはスプレータイプになってて、めんどくさい時にも使いやすいんですが、でも残念なことがこれ手作りなんで使用期限がちょっと短いんですよ。普通の化粧水は1年ぐらい使えるのに、これ2ヶ月しかないんで、なんか使ってるといつの間にか、もう切れたっけみたいな感じで、まあ肌にはいいことかもですね。だからよく再購入してます。次はこちらの美容液、イチスキンパワーテンフォーミュラ使用インパクトとエライインパクト使ってます。英語難しい。この LI はニキビ肌用で、実際に使ってみたら大きいニキビよりは赤みに効果がありました。スポイルタイプになってて量の調節も簡単だし、さっぱりな感じで水っぽいなテクスチャーなのでベタつかないし、いいと思います。次の使用は肌に弾力を持たせてくれる美容液なんですが、最近の季節にすごくおすすめなんですよ。自分はこれ朝より寝る前に頬とかに乾燥してる部分につけてるんですが、すごく肌がもちもちになってて、弾力が足りない乾燥してる肌におすすめな美容液です。しかもこのイチスキンのシリーズが12本ぐらい種類があって、自分の肌のトラブルによって選べれるんですよ。これもう使い切ったので、また新大久保に買いに行かなきゃいけないです。ネットとかにも売ってます。次はアイクリームです。僕は本当に老けたくないから、中学生の頃からアイクリームをちゃんと塗ってますが、前使ってたやつがブラックラズベリーのアイクリーム、スキンフードのやつです。これよく使ってたんですが、いつの間にか中身がカサカサになっててもうないんですね。新しく買ったのがこちら、リンクルアイクリームなんとかなんとかです。このシリーズはドラッグストアとかでよく見てたんですが、実際に使ってみるのは初めてなんですけど、この出口がすっごく細かったんで取りにくかったから、ちょっとハサミで切りました。もう自由です。目の下にポンポンつけて優しく叩いてます。もちもちなタイプなんで超お気に入りです。皆さんも安いし、ぜひ試してみてください。マジで老けたくないから、パックと日焼け止めちゃんと塗ってます。あと使っているのはこちらのトニモリグリーンティー水分クリームです。中身がさっぱりな感じなんで、冬よりは夏におすすめなクリームなんですが、もう使えるものが今ないから、これもったいないし使ってます。なんかベタつかないし、すごくいいんです。なんか説明が難しい。
油肌にも結構おすすめなものなんで、これはよく朝に使っているものなんですが、やっぱもうちょっともちもちなそんなクリーム欲しいですね。うん、寝る前用で。うん、次は、じゃじゃーん、ボディショップのティートリーオイルです。普通のものよりは大きいサイズになってるんですが、なかなか使い切れないんですね。もう多すぎて。普段ティートリーオイルって刺激的なイメージあるんじゃないですか。でも僕の肌にはそんなに、できてるニキビがちょっと減ったんで、ニキビを持ってる肌の方々はぜひこれも試してみてください。まあ肌に合わないとすごく刺激的かもしれないんですが、僕個人的にはよかったです。あ、終わっちゃった。もう紹介終わりです。これで僕が普段使ってるスキンケアやスクレンジングなどを紹介してみました。どうでしたか？皆さんが使ってるスキンケアとかもすごく知りたいんで、コメントにめっちゃ色々書いてください。全部見てます。ほとんど安いものしかないんで、貧乏な方々に参考になってほしいです。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。バイバーイ。